ラキモトです。猫派である犬派です。よろしくお願いします。今日はちょっとトップバッターで非常に緊張しておりますが、簡単に許してください。まずは基本的なところからお話をさせていただきたいと思います。乳がんはまだ増えております。このグラフは青い線が1年間でがんになった人、赤い線が乳がんで亡くなった方を表しています。で40年前に比べて今8倍ほど乳がんになった人が増えておりまして、今年の予想では2017年は年間で日本で8万9000人の方が乳がんになっているという予想されております。ちなみに広島県では大体年間1700人程度の毎年新しい乳がんになる方がいらっしゃいます。で乳がんで亡くなる方は乳がんの発見の増加に比べると横ばいですが、それでも年間に日本全国で1万4200人の方が亡くなっております。その乳がんというものは何歳の方になりやすいかということですが、この赤字のところですね、40代、50代、60代といった働き盛りであったり、子育てで忙しい世代の方になりやすいがんになります。で次もグラフなんですが、上から40、50とあります。40歳で乳がん以外にも他のがんにもなることがあります。で乳がん全体の人が、がんの方が100人ぐらいいらっしゃるとしたら、40代の方おっしゃったときに半分近くの方が乳がんであるということが分かっております。これがですね、10年後の生存率というものになります。がんの種類別に上から書いてあります。ちょっと上が薄いんですが、膵臓、肝臓というものが今10年後に生存されている方が 5%、10% と亡くなる方が多いがんの種類になっています。乳がんは甲状腺がんと同様にですね、10年後の生存率は非常に良い一つとなっております。約10年後の生存率は8割で、非常に予防が良いがんの一つです。でその10年間の中でどういったタイミングで再発や死亡が多いのだろうというのを表したグラフになります。でこの黒い線はがん全体のグラフになります。5年後に生存されている方が 63%、 10年後に生存されている方が 58% となっております。このグラフの特徴としてはですね、何かその診断指導から5年以内にやはり再発性肝炎、再発死亡といったイベントが起きやすくなっております。5年目以降、10年目に関しては横ばいになるのが一般的な考え方です。で意外に大腸がんの場合に術後5年で一旦大学卒業だねというふうに言われるというのもともとは根拠になるデータとなります。で乳がんと比べてみましょうということで、乳がんは10年後、5年後生存率が非常によろしいです。ただ乳がんの他のがんと違うのが、5年目までと、それから5年目から10年目までで再生存に関して同じような緩やかに減っていく感じです。何が言いたいかと言いますと、5年目以降でも再発する可能性が他のがんに比べて少し高くなっておりますので、気を緩まずに長い目で、フォローアップが必要というふうに言えると思います。そもそもですね、なぜ乳がんになるのかというところで、深く関与していると言われているのが女性ホルモンであるエストロゲンが挙げられます。でこのエストロゲンの影響で乳がんが起こりやすくなってくると言われておりまして、この外からですね、自分の出す女性ホルモン以外の外から出してしまう閉経後のホルモン補充量も、また初経年齢が早くて閉経年齢が遅いような、ずっとこの女性ホルモンのエストロゲンがですね、長い間確保されているような、浴びているような、出ているような状況、こういったものが乳がんになりやすい一つと言われています。また、乳がんの家族歴もリスクの一つと言われています。やはり、身近な方で、家族の方で、お一人乳がんがいると、自分が乳がんになる確率が2倍、2人、3人増えると、また3倍、4倍と増えていくと言われております。そして、良性の乳腺疾患。例えば、先天性と言われる代表的な良性腫瘍、こういったものがある場合でも、乳がんになる確率が少し上がって 1.7 倍とか、ちょっと上がってきます。
スライドを3個出ました。あとはこの乳がんになりやすい率としては成人との高身長であったり出生時の赤ちゃんの体重が糖尿病といったものが乳がんですと言われています。ただこちらのやり方に関しては、言われてもどうしようもないんじゃないかということがあると思います。で次にですね、それでは予防できる今後これを気をつけることで乳がんをなりにくくできるんじゃないかというものを持ってきております。でまずですね、AK4 の乳がんです。56になると、わがままボディになってきますので、そういったものを気をつけていただきながらやっていきましょう。あとタバコに関しては、自分が吸うのも、あとそういった受動規制で周りのタバコを吸ってしまうというのはあまり良くありません。そしてアルコールです。ほどほどがいいと思いますが、やはりたくさん飲むのがやはりリスクになってきます。そして適切なアルコールですね、運動している人の方ががんは予防できます。このタバコやアルコールやアルコールに関しては他のがん以外にも言えることだと思います。次に術後のフォローアップになります。そのフォローアップの目的としましては、やはり再発を早期に見つけるということと、術後の再発しにくいライフスタイルを作っていきましょうということになります。で術後外来でですね、一般的に行われている基本となるものが、診察と、そして年に1回のマンモグラフィー、こちらの2つが大事になってきます。その他の検査はどうなるか、意味がないのかという話になるんですが、こちらはですね、教科書に載っているレベル の, その検査で意味があるもの、科学的に根拠があるものの一覧になります。この上の2つが科学的な根拠がある、下 の, 黄色のところは科学的な根拠をはっきり言えないと言われています。ただですね、やはりペット CT や他の種類に関してはまだデータがないというものが言えると思います。再発の可能性の高い方やですね、いろんな症状が気になるという方はもちろん主治医と相談の上、こういった検査をするべきだとは思います。やってはいけないというもので問題ではないです。で最後のスライドになりますが、再発しにくいライフスタイル、こちらは普通の方はよく外来で主治医とお話しされると思いますが、先ほど加藤先生が言われた取らないこと、で運動しましょう、でタバコはダメ、でお酒は飲まないとダメじゃないです、で大豆イソフラムはいいかもしれない、明らかな吐き出したデータはないです。で不安、一番僕の中で大事だと思うのは、その不安やストレスがない生活を心がけてくださいと。やはり笑顔でしっかり過ごせるように、そういったものを支えていける、伝えていけるように今外来の話をさせていただこうと思います。以上になります。はい、ありがとうございました。いかがでしょうか。飲みすぎない、太らない、すごい妊娠って怖いですね。私も気をつけたいと思います。その犬派猫派の振りは一体何の意味があるんですか。初めのそれ紹介の写真が犬を見ます。やっと笑顔出ました。今日先生緊張してちょっと顔が怖かったです。はい、ありがとうございました。